聖パトリックの祝日の様子聖パトリックの祝日。ブエノスアイレス聖パトリックの祝日は、アイルランドに、キリスト教を広めた、聖人聖パトリックの命日。3月17日。カトリックの祭日であり、アイルランド共和国の祝祭日。シャムロックを服につけたり、ミサを行ったりする。アイルランドでは何、世紀も前からこの日を祝う伝統が受け継がれ。 正式に1903年より祝日となり、イギリスから独立後、徐々に祭礼日として成長した。1996年には、政府が主体となって、ダブリンで5日間の盛大なフェスティバルとなり、パレードや、その他の行事が行われた。緑色に染められたシカゴ川緑色のものを身につけて、祝う日で、緑の日とも呼ばれる。シカゴでは、シカゴ川を、 フルオレセインで緑色に染め上げる風景が見られる。また、シカゴ市警察では着用する警察バッジを緑の三つ葉入りの特別なものにする。アイルランド系やカトリック教徒以外のものも参加することが多い。ニューヨークやボストンなどアイルランド系移民の多い地域、都市で盛大に祝われる。なお、ウィスコンシン州のニューロンドンではこの期間中だけ町名が ニューダブリンに変更される。この日には緑に染めたラガービールを飲んだり、コンビーフキャベツジをアイルランド料理として食べる習慣がある。現在見られるようなパトリックスデーの巨大パレードが始められたのはアイルランドではなく、アイルランド系移民も多いアメリカが衆国である。イギリスの軍隊の兵役に従事していたアイリッシュの 兵隊が1762年の3月17日にニューヨークの街を更新したのが始まりである。現在ニューヨークのマンハッタンは世界で一番大きなセーパトリックの日のパレードが行われる場所である。子供の間ではこの日に緑の衣服を身につけていないと詰められるという遊びがある。大リーグではこの日には特製の緑色のユニフォームあるいはキャップを使用する。シドニー。 メルボルンでパレードが行われる。オークランドの目抜き通りであるクイーン通りでパレードが行われる。夜間は青色に電飾される。スカイタワーも緑色に電飾される。アイルランド系ニュージーランド人は人口の15-20%のを占めることからアイリッシュパブを中心に特別イベントとメニューが提供される。トロント、モントリオール、バンクーバーで。 パレードが行われている。2002年にロンドンでパレードが行われてから恒例となっている。パレードの後はトラファルガー広場でコンサートが行われる。その他バーミンガム、リバプール、マンチェスターでもパレードを含むフェスティバルが行われている。カリブ海にあるイギリス領のコジマモントセラとはアイルランドから島へ移住したアイルランド人入植者からカリブの エメラルド島、または、西のエメラルドとも呼ばれていた。モントセラトが、アイルランドの影響が強いから、だけではなく、1768年3月17日に、黒人奴隷が、アイルランド人の主人に対して、反乱をしようとしていた。奴隷の反乱計画は、失敗に終わったが、毎年3月17日に反乱を記念して、祝祭日となっている。 祝祭日では、アイリッシュシュ中の影響を受けた、カリブの郷土料理、ゴートウォーターを振る舞い、カリプス音楽のコンサートや、緑のシャムロック付きの伝統衣装を着て、ソカで踊りながら、パレードを行い祝祭日を祝う。横浜市元町のセントパトリックデーパレード、東京タワー2007年3月17日日本でも、アイルランドを、一般の方にもっと知ってもらおう。を趣旨に、 アイリッシュネットワークジャパンにより1992年からセントパトリックスデイパレードが開催されている。東京では原宿表参道、アイルランドのシンボルカラーのグリーンやシンボルのつ葉のクローバーデザインの衣装、小物を身につけた約1000名がパレードする。その他、日本各所でパレードやオープンイベントなどが催されている。また、アイリッシュパブではこの日に合わせて、 特別なプロモーションを行うところが多く、アイルランドのギネスやアイリッシュウイスキーが特価販売されることもある。ありがとうございます。